こんばんは、市村正樹です。先日テレビで CDTV ライブっていう番組見てたら、ミセスグリーンアップルの大森元貴さんが変わったカポ使ってたんですよ。まあまあ、ミセスって曲がね、コード進行も結構難しいのが多いんだけれども、転調が多いっていうのもミセスの特徴で、大森さんが持ってたカポっていうのがローリングカポって通称呼ばれているカポを使ってたんですね。その時見る以前の大森さんとか、もう一人のギターの若井さんとかは、こんなような、こういうペリカンっぽい、こういうカポを使ってたんですけども、ライラックっていう曲かな、を演奏してる時に、大森さんは最初1カポにしてて、で、途中の3分30秒ぐらいのところで、クッてカポを1個、2フレットに上げたんですよ。あ、ローリングカポだ。と思って、昔持ってたんですけど、最近どうなってるのかの事情を知らなかったんで、Amazon でいろいろ見てみました。そしたらね、すんげえいっぱい出てくるんだけど、金額バラッバラなんですよ。まあ、パッと見で980円とか、563円、マジか。563円と1420円、1598円が並んでたり、685円とか、563円、980円、690円、777円、613円。まあ、これピック付きは金額としてはあれだけども、1420円、1598円。アコースティックギター用って書いてあるやつと書いてないやつとあるか。でもさ、どの写真見てもさ、全部一緒に見えません。なんか、メーカー名というか、販売している会社の名前が違うだけで、写真見るとさ、ほぼほぼ全部一緒じゃないと思って、とりあえず2つ買ってみました。じゃん。別々な日に、違う日に。まあ、Amazon って、3500円買わないと送料無料にならない時と、送料が極端に安いか無料の時とあるじゃないですか。それらの送料無料の場合は大抵中国から送られてくるんですけども、で、こっちは、613円の本体で送料無料で中国から送られてきました。こっちは3500円買わないと送料無料にならないよっていう Amazon システムで、他の物品と一緒に購入して送料無料にして送ってきた。こいつは980円でした。まあ、613円と980円では別にまあね、そんな違いはないけど、なんかまあね、一応こうパッケージが違うねっていう。じゃあ、安かった方。613円の方から先に見てみると、スポンと抜けて、こいつ本体が出てくると。なんか裏面に一応写真が貼ってあるけど、これは装着方法が写真で説明してあるってことかな。物体としてはこんな感じ。こんな感じ。ここにバネがあって、結構バネ強いな。うわ、これ大丈夫かな。ああ、こうね、ここが先っぽが、こう刺すだけだ。こっちは外れない。回しても関係ない。ああ、バネ強いね。うん。こう刺すだけなんだけどっていう、こっち向きかな。こうかな。うん、こう。おっと。こうか。バネが強すぎる感じはするけど。ちょっと待ってくださいね。大森さんがどうやって動かしてたかもう一回見ます。4の時に左手でチョキって上げてるな。おお。4。おお、これは結構、おお、すごいな、あの人。すんげえ、ただでさえ歌が上手いし、キーは高いし、曲を作るのもすごい曲作るし、こんな歌歌いながら、ギターも上手いし、カポイドまでしてんのか。
が、すげえ。すげえな。なるほど。今触ってみて、僕は少しだけ、このカポーの謎というか、ははーんってことに気がつきました。はい。結構、強めで押さえてるから、バネが強いんで、この状態で、チューナーでチューニングを見ても多分、すっげー高いですよね。F シャープの音がめっちゃ高いです。C シャープ。全部。全部の弦がこの状態で高いんで、チューニングはし直さないとダメです。そして、ゼロフレット、すなわち、ナットの、ナットより、ガー、うん、1フレットに刺しといて、2フレットに上げることはできるけど、カポしてなくってはめるっていうのは、この行為だからね。0フレット、マイナス1フレットに、これつけとくのは無理だな。無理だから、むしろ3フレットあたりでつけといて、こっちに戻して1フレットで、ああ。うん、どっちにしても、全部シャープしてるね。だから、大森さんがライラックを歌うときも、1カポにしといて、チューニングして合わせて、ほいで歌ってて、3分22秒ぐらいのところで、パキッとこうやって1回上げるっていう。その手法ですね。ま、念のためにもう1個の方。セイヤインターナショナル。こっちは何の解説も、まあ、解説いらないけどね。いらないけど。上げてみます。これあれだな。アコギをもう一回買ってみよう。だってアコギの方がネックが太いんで、アコギ用としてだったらバネがもうちょっと長いかもしんないんで、そいつをこいつに使うっていう手もあるから、ほぼ同じものだと。何にも、変わんないと、なんか相違点があるのかい？すんげくまなく見てるんですけど、一緒だと思う。何も違うくない。から、こいつもこう外して、今度は、下ではめてみようか。こうして下でこうはめる。うん。あ、なんか、こう、まっすぐの、シャープしてるね。で、こうしといて、ってことやね。すごいね。まあ、物品としては、今んとこわかんないですよ。わかんないよ。わかんないけど、1500円のやつ買っても、600円のやつ買っても、同じなんじゃないかなって僕はちょっと思います。まあ、このピック付きのやつは別にこのピックがね、そんなに良さそうなあれではない、うんぬんかんぬん、うんぬん。まあ、安いっちゃ安いから、うん、そうね。どの写真見ても一緒だと思うな。ということで、一応こんな物品がありますよってことなんですけど、もうちょっとだけ演奏方法としての解説をしておきたいと思います。ライラックじゃなくて、ものすごい転調するというケセラセラで説明します。まずケセラセラは大森さんも若井さんも多分カポは使ってないと思うんだけど、もしコピーしてこうね、弾き語りしたいとかいう時には、これがあった方がいいように思いますよっていう説明をします。まず、カポなし。カポなしの状態で、ケセラセラ弾くと、まあ、1回、2回、3回、3回転調するんですよ。6半音。恐ろしや、恐ろしや。最初 A のキーで、ここで、ラーラー。
ここまで行くんだもんね。これがもう絶対に俺だったら歌えない音の高さ。この音ってのが最初の A コードから、こういうコードなんですよ。A D E E E C シャープ F シャープマイナー D シャープマイナーセブンマイナスファイブフラットファイブ B マイナーセブン E E っていう進行なんですけど、でそのまんまカポなしで弾いていくとすぐにケセラセ、さっきのこれね、それがあっという間にこっちの B キーに2フレットこっちに上がって、B F シャープ D シャープ G シャープ C シャープマイナーフラットファイブ E の E マイナーも全部になって、で、しばらく感想とかがあって、その後に、今日も唱える、何のせい、誰のせい、勝てなくっていいのところで、C シャープになります。C シャープ、F シャープ、G シャープ、F、A シャープマイナー、G マイナー、7フラットファイブ、F シャープ、F シャープマイナー。で、終わりかと思いきや、もう一回、次、ここ。ここ。最初ここやよ。それが、ここまで上がんの。すごすぎる。これ、カポなしで弾くと、D シャープ、G シャープ、A シャープ、G。C マイナー A マイナーフラットファイブ G シャープ G シャープマイナーってなります。これを覚えるのはすごい、まあ、今はコードネームを僕は言いながら弾いてましたけども、こんなんコードネームで覚えたら覚えらんないっす。ポジションで覚えないと、もうここの移動が2フレット上がった、2フレット上がったみたいに覚えていかないと弾けないっていうのと、まあ、大森さんは、ケセラセラを歌うときは、そんなには弾いてないんで、まあ、後半からはもう、マイク持って歌い出す感じかな。まあ、もちろん自分で作った曲だから弾けると思いますけども、これを、例えばフォークギターで弾き語りするっていうのも、ものすごい大変だと思うんですよ。だからここでライラックでも使っていたこのカポの登場と。と言ってさっき言ったように、こいつはゼロカポの位置でここにはめ込んどくことができないから、だから最初から1個転調した方の2カポ、2カポにはめて、まあ、チューニングはしたとしてですよ。今だいぶシャープしてますから、全部6本ともシャープしてるから、チューニングはしたとして、こうやって弾くのが一番いいかなっていう提案です。提案、そうじゃなくても別に構いません。ご自由にやってください。まず最初にカポ2でスタートするんですよ。だから A で始まった曲なんだけども、カポ2にしてるから、この時点で G コードスタートで G C D B E マイナー C シャープマイナーフラットファイブ A マイナーセブンやってやるかの D っていう G キーでのコード進行で、まあ、最初のやってやろうかのところはちょっとだけコードが違うんで、G の方で覚えて、で、すぐに
転調しました。1音、つまり2フレット分転調しましたの A コードに、ここで最初の A コードにして、ケセラ、D、E、C シャープ。ね、これさっき B だったところがこっちに来るっていう。2フレット上がるよっていう。で、E マイナーだったやつが F シャープマイナー。で、次はちょっとだけめんどくさいんですけど、D シャープマイナー7フラット5。D、D マイナーっていうこのフォームを覚えるんですよ。この A、D、E、C シャープ、この何コードなんかもうどうでもいい、どうでもいいフォームを覚える。この後もあるよ、コード進行は。今分かりやすく説明しているのと、あと分数コードの分母のオンコードと呼ばれるところは今省いて説明してます。それ入れるともう頭混乱してくるから、ちょっとだけ簡易的なコード進行でやってます。これだったらなんか覚えれるじゃないですか。コード進行を覚えてるんじゃなくて、ここ、ここ、ここまで行ったら4フレット上のここ、おいで。ね、これだと覚えられるよっていう。で、これができて、これは妬ましさも全部のところまでね、ね、が A の。おいで、こいつをパコッと2フレット上げて、今度は、今日も唱える何のせい、誰のせい、勝てなくっていいの方が、ね、さっきより相当楽に弾いてますよ、今僕は。で、もちろんまた勝てなくっていいの後にまた違うコードフォームはあるんだけど、で、もう一回どっこいしょと今度6フレットカップですよ。すげえな、すげえな。こうねじれてくるな、弦が、弦が。これでさっきと同じフォーム。ね、僕、覚えたもんね、今ね。ね、この、これが、人差し指で D に行って E。で、ここに行って、その、今、人差し指があるところの4弦を、こうやって弾いて、2フレットを3つ。弾いてメジャーのマイナーね、覚えれる覚えれる、はい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 。でもまあ今こっからここまで来たよっていうすごい。今はここで A のこれだから、ここまで来てるってことですよ。すごい曲だこと。じゃあちょっと一回アコギを持ってきてみよう。どうかな、どうなのかな。これでニカポ行ってみるか。ニカポでこれで、あ、入るね。入るね。おアコギ用って書いてあるやつを買っても同じものが送られてくるような予感がします。エレキアコギ関係なく
まあ、こういうね、バネっていうものは、まあ、質によってわかんないけども、少ししたら伸びる可能性があるじゃないですか。で、今強すぎるけど、もうちょっとだけバネが弱くなってくれればいいのになっていう反面、ってことはそのまんま伸びて伸びて伸びていくと、数年後にはビロンビロンになって、今度は逆に広広すぎて使い物にならなくなっちゃうのかなっていう危険性はありますけども、まあ、とりあえず現状として、ああ、ここの、ああ、バネの横を持って、こうやって動かした方が、これ、コツをつかみました。バネの横をこう持って、で、その、この先端の端っこの硬いところも持って動かすと、動かせるわ。慣れてきた。うん。で、後ろのタイヤと前のタイヤが両方ともクリンクリンクリンって、あの、昔の洗濯機の横にあった、絞りん棒みたいな、あの感じのイメージの、こう、回転してるよね、回転してる。あの、黒いゴムは今回転してますから、こうやって、こうやって。ね。はい。の、仕組みを分かった上で、こうやってずらすっていうね。はいはいはい。はい。で、まあ、ゼロフレットにしておくことは、あ、アコギはできるわ。アコギだとできるわ。裏側のここの、この木材のここの形状によりますね、これは。結構いいね。おいで、こうして、慣れてきたぞ、慣れてきたぞ。もう一個、ここだ。これ限界ですよ。6フレットあたりが限界。仮に8フレットまでいったとして。だったら弾けるけど、こっから10カポは無理だよな。なんかビートルズの Here Comes the Sun で5カポだけ。一回最後にもう一回だけエレキギターでゼロカポ。ゼロカポは、ああ。1カポにしてから。ゼロカポ。こうか。あ、チューニングめちゃくちゃだ。やんない方がいいよ。ここ、あの、段差が違うからね、各弦でね。ね。ダメです。やっぱり2カポスタートで、うん。ということで、今回こういう、まあ、大森さんが使ってたやつはどこのメーカーのものかは分かんないですけど、ほぼほぼどれを買ってもなんとなく同じようなものが送られてくるのかな、アマゾンからだとっていう。まあ、他の、あの、楽天とかヤフー見てないんで、ちょっと分かんないですけど、こういうもの2つ買ってみました。チャンネル登録よろしく。じゃあねー。